はい、こんにちは。今日は9月の1日から発売になりましたこちら、はい、第1パンのポケモンカード入りミニメロンパンです。あともう一つ卵パンか何かあったと思うんですけど、ちょっとミニメロンパンしかね売ってなかったので今回こちらを買ってきました。もう一種類の卵パンはこちら画像で後で出しておきます。で、今回は2店舗回ったんですが、片方は売ってなくて片方で売ってたものを全て買いました。で、合計で4つですね。1つちょっと開けて食べてしまったんで残り開いてないのが3つと、カードはまだ未開封で取ってあります。はい、なので今日は開けて、カードをね紹介していきたいと思います。こちらは、はい、ここ書いてます通り、ポケモンカードゲームの20周年商品発売記念としてポケモンパンロゴ入りのポケモンカードが収録されております。全5種類うち1枚がキラになります。では開けてみていきたいと思います。メロンパンは2つ入りになってます。このような四角の形のメロンパンですね。とりあえず一つ食べてみました。ではまず全部開けてカード取り出したいと思います。はい、全部で、4パックありますね。はい、こちら、ポケモンパンオリジナルカード全5種類うち1種類キラカードで、この中にカード1枚入ってますね。で、ここに、20周年アニバーサリーフェスタの詳細も書いてますね。なぜか20周年記念のイベントは新潟で行われるらしい。それと愛知にも来てくれますということで愛知県は参加できますね。はい、それはいいとして、では4つ開封していきたいと思います。この1種類のキラカードっていうのが当たればいいかなと思ってます。あとはまあかぶってもいいかなと思ってます。ずれちゃった。では一つ目開けまーす。じゃーん。およ、ハリマロン。今回はなんかいつもと違って、いつもこの辺にロゴが入ってんですけど、今回ポケモンパンのロゴは上の方に入ってますね。で、これは XY プロモの148番。はい、これは多分ミラーカードで、昔何かのプロモで出てたカードに、このポケモンパンのロゴをつけて再収録という形ですね。ポケモンパンのカードは、全てそういうような形で再収録のね形になってますね。はい、では2袋目せーのがドン。お、来たぜ来たぜ、レアカードキラカード来たぜ。おー、XY プロモの261番カビゴンですね。これは、初期のデザインの初期のカードのミラーカードですね。初期のカードのデザインのまま裏面も新しい感じになってますね。初期のデザインのまま現行で使えるように、ここちょっとこの辺特性とか変わったりとか種とかいうのがちょっと変わったりとかしますね。でも過去のイラストそのまんまですね。これは、このね20周年記念パックに入ってるカードに、このロゴが入っただけなのかと思ってたらプロモみたいですね。なのでこのパン限定のプロモになるんですかね。これかまた何かこのポケモンパンのロゴだけ外してどこかで登場するのでしょうか。ちょっと詳細が分かりませんね。はい、カビゴンが出たということでとりあえず良かったです。はい、では3杯目。
ドン、おお、出てんねえ。 XY プロも13番出てんねえ。この出てんねえもポケモンパー何回か収録されたんじゃないですかね、このカードは。でさっきのカビゴンもそうなんですけど、こいつらやっぱりここにポケモンパンのロゴがありますね。それに対してハリマロンは上にあります。ここに来ちゃうとこれカビゴンのイラストが潰れるからなのかな。カビゴンへの配慮です。はい、では4パック目。4パック目。はい、オーノーハリマロンってことで被ってしまいました。はい、今回開けたのは4枚3種類でしたね。もう1個この初期デザインのカードでピカチュウが入ってるんで、それは見たかったなという感じです。あとハリマロンとデデンネと、もう1枚ちょっと何が入ってるのか忘れちゃったけど、合計で5種類になりますね。はい、今回自分が見つけたのも2店舗回って4つしかなかったんですが、毎回ね、このポケモンカード入りのポケモンパンはあまり置いてなくて、ね、第1版って言えばいいのかな、1回生産されたら追加で多分生産してないのかな。発売日逃すと結構見つけることがいつもできないので、1回出荷したら新たに作ることはないのかなと思います。なんで生産数が少ないのかなという感じがするので、狙ってる方はね、ぜひお早めに探してみてください。はい、ということで今回はこちら、はい、9月の1日から発売になってます、第1版ポケモンカード入りメロンパン、開封してこちらのね入ってるカードご紹介をしていきました。ご視聴ありがとうございました。